カバちゃん。ん？ジョバレの2年が呼んでる。またかよ。キャプテン同士、腹割って話してきな。何がキャプテンだ、2年分際で。聞こえてますけど、カバクラ先輩。小柳花子、何度も言ったが、うちの狭い体育館じゃコート連は強いチーム優先だ。弱小のジョバレは外周行って体力積んどけ、話は以上だ。可愛くね、態度のプレス。ジョバレが弱いのはまともにコート連させてもらえないからです。うちだって練習試合が近いんですから、協力してください。ダンバレこそ基礎練をおろそかにしてるんじゃないんですか。指を刺すな。基礎練なんてお前より1年多くやってきてんだから、そっちこそ協力しろや。だいたいこの間まで1年だったお前にコート貸したところでまともな練習法も知らねえだろ。ま、せいぜい俺たちのコート練見学して来年から頑張れや。残念です。私もできればこんな手段を取りたくなかったんですけど。ん？これって川倉先輩ですよね。ん？ちなみにバックアップは自宅の PC に取ってあります。あの川倉先輩にまさかオタク趣味があったなんてね。他の部員にも知ってもらいましょうか。どうします？キャップ。Then...